白滝小学校を廃校活用しまして、夢わらべ工房を開設しました。スタッフ入れて私入れて4名でやっております。全国にあるお土産屋さんを中心にですね、商品を作っております。全明先生との出会いはですね、約10年ぐらい前になります。公民館で夢わらべ教室がありまして、そこで通わせていただきまして、そこからの付き合いにさせていただいております。近くに白滝という公園がありますね。あの公園においてあのわらべを一緒に公園にちょっとふさわしいんじゃないかということで、ちょっと一体置いたことからが始まりかな。それで、おかげさまでそのこの地域の子どもらにも小学校であったり、そういう方々の長浜の中学校であったり陶芸教室をやったりしながら、他の地域にない感じの密着したこのお付き合いをしているということから、そういう形になりましたね。はい、大変大津は災害が多いところで、ここもね、結構な大水で洪水でね、被害もあったりで、なんか私なりに貢献できんかなという思いもある中でね、全国的に世界的に災害が多い時代になりましたもんでね、とりあえずはこの目先にあるこの地域、身近なところでちょっと貢献でき、最終的には大きくいろんなところでもこの私なりの福祉をやっていきたい、このわらべを通して、その第一歩としてこの身近なところでどんな貢献ができるんだろうということを今チャレンジ中ですね。この地域でね、嬉しいこと、忘れられないことの、もうこれはね、私の一生の宝になっております。これは何かって、瑠璃姫祭りか滝祭りか、まあいずれかにおいての餅巻きがございますね。あの上で林道の中に私のわらびが今65体ほどおるんですが、餅巻きがあるもので子供らが一生懸命走ってこの林道を登っていきよったです。私もね、あんまり見たことなかったもので、だからといってね、その子供らについていけるわけじゃなくてゆっくり上がりよったんですよ。だからまあ餅巻きあったようで子供らにぎやかな声が聞こえるわけで、だんだんまたこう子供らの声が近づいてくるわけ、結局餅を拾って降りてきよるわけ。だからね、男の子はね、小学生ですよ。自分一生懸命楽しみで餅拾い行ったと思うけど、その大事な餅を私のわらべに備えながら降りてきたんですよ。私それ見た時涙が出ましてね、その施すというその気持ち、まあ、この子はと思いながらね、すごい嬉しい気持ちになりました。こういうことをこれ世に広げていきたいなって、そのまあ確かにわらべに対してかもしれんけど、でもそれって人の思いやりにつながることだと思ったんですよ、ね、そういう出来事を私ね、いろんな地域行って京都のお坊さんにも話しましたし、いろんなところでその話をしてます、はい、一番嬉しかったこと